YouTube をご覧の皆さん、どうもブリとカワソです。おい金髪ブリ、お前見てるか。お前はスマブラで俺のこと散々ボコボコにして、なんかストレス発散して、そんで俺がコラゲをやらせただけで、それでなんか怒り狂っちゃって俺にドッキリとかさ、そういうの仕掛けてるよな。こっちに来てんだよ、こっちはよ。今日はお前がクソほどイライラするような企画持ってきてやったよ。地獄に落ちろ。はい、ってことで今回やる企画は金髪ブリのスマブラのキーコン全部ジャンプにしてみたドッキリ。まあ普通にスマブラをやった状態だったら見えてるんで、ジャンプってすぐバレて、まあ普通に思わない動画になっちゃうじゃないですか。なので今回僕は考えました。目隠しをした状態でスマブラをする。金髪ブリには目隠しスマブラをやるよと伝えております。りょうすけとすぐる、この二人にも協力してもらいます。この二人が何をするかというと、僕と金髪ブリそれぞれ一人がついて操作の指示をしてもらいます。その指示を受けて僕とブリは操作をするという流れとなっております。まあ簡単に言えばスイカ割りゲームみたいな感じですよね。まあでも僕の懸念点としては、あいつはおそらく気づきます。なぜかというと、スマブラに侵された人間なので世界一嫌いです。まあそうですね、まあこの条件だったら僕は確実に勝てます。はい。そしてあいつは絶対にイライラし始めると思います。そういったイライラが爆発するところだったり、なんか切れてるところ、そういったところを皆さんにお届けできればなと思っております。それではゲーム画面に移りたいと思います。僕がこれをシュッってやったら画面切り替わるからね。いきます、せーの。YouTube をご覧の皆さん、どうもブリとカワソです。今回は、目隠しでスマブラ、これをやっていきたいと思います。ルールを説明します。隣にいるこの俺の射程2人、りょうすけとすぐる、この2人が、この2人が俺たちに指示を出して操作をします。はい。まあルールは簡単ですね。はい、ということでやっていきましょう。タイム、サムス、サムス、ちょっとサムス、ゲッチゲッチ、はい、ゲッチ、どこだ、ゲッチ、ピンクで水色。はい、二人には指示を出してもらいます。お願いします。何を言ったらいいですか。場所とかかな。あ、そうだね、場所とか。はい、左左左、今左にいます。今真ん中で、あ、今右に行きました。敵は右、今左側にいます。敵は右にいます。左側、俺は、これ今右です。もうちょっと左、もうちょっと左、もうちょっと左。あー、ちょっと今左、どこどこどこ、もうちょい左。あ、今、あ、上上上上、オッケーオッケー。これ？あ、今あ、あ、攻撃受けた。今、あ、待って、攻撃受けた。落ちた落ちた落ちた。え、俺落ちた？落ちる落ちる。なんで？俺は。今真ん中からどんどん右。で、今上から。今降りてきた。降りてきた。で、今から左にいます。左。ここ？上上上上攻撃。上攻撃。そう、それそれ攻撃。今左側にいる。今左側。左側にいる。そう、それ。もうちょっと左。左左。もうちょっと左。これ？あ、それ。はいはい。上上上上上上。左いや、そっちまで落ちなくていい。俺どう、落ちた。今落ちた。なんで指示悪くない。ねえ、ちょっと待って。あ、今、降ってきますよ、上から。はい、降ってきた。今左、攻撃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 、当たったとか言ってくんない。全然当たってないです。当たってない。はいはいはい、右ね、右ね。はい、落ちた。嘘。今俺勝ったかと思った。普通に。すみません。左。左。当たってない。当たってない。左。左。落ちる落ちる落ちる。右に戻って。右に戻って。あ、落ちた。よし。シャオラ。待って。はい。勝ちました。勝ちました。そういう時もありますよね。はい。指示悪くね。曲げ。すぐじゃん。はい、次行きましょう。はい、次。勝てました。大丈夫これ。大丈夫だよ。俺、ハウスやったんだな。はい。
スネーク。ちょっと待って考えるわ。ロガイン選んで、下ら辺にいる。下ら辺。うん。サムスだと。はい。当たったとかないの、はい、当たったとか。全然当たってないです。全然当たってないない今左に、あ、敵右あ、左側にいます。オッケーオッケーオッケー、左側ね、左側ね当たったとかいい、オッケー、まだ当たってない。俺は、ね、もっと右に行かないと、あ、相手落ちた。え、嘘、今、とりあえず待機してもらって、下げんね、お前。敵左、あ、左、左、左、あ、待って、あ、落ちる、落ちる、ジャンプ、ジャンプ、右、ストップ、ストップ。え、嘘、あ、大丈夫、そのままで落ちた、俺。はい、今左側に、今左側、え、まあ、どっちに、落ちてきた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 、ちょっと待って、左にいるの、え、待って、これさ、あ、オッケー、待って、落ちた、ちょっと待って、俺さ、今さ、普通に攻撃受けたよね、今、普通に攻撃受けたよ、左、俺今、普通に攻撃受けたよね、え、最悪、ちょっとゆっくり、ちょっと待って、ゆっくりね、ちょっと待って、待って、俺もう2機落ちてんの、真ん中にいます、真ん中に。相手やばいって、ちょっと待って。あ、ちょっと。おい！撮影中！スズズが。どこ？今どこ？スズちゃん。はい。真ん中に。もうちょっと右。左。左じゃん。ここね。攻撃。はい。当たってる。ちょっと待って。わかんない。攻撃。オッケー。左に行って。今、弾打ってんだよ、これ。弾打ってんだよ、これ。左に行くんだよ。ちょっと待って、ダイパの場所分かる。お前指示ちゃんとやれよ、お前。よしよし、いいぞ。クソ、なんか勝ちました。やっとね。さっきの玉飛ばし作戦がいいかもって、あ、そうだね、はい、ただ相手はもう分かんないから、うん、色は何がいい、ピンクだよ。やっていくよ。右です。右ね。あ、違う。左ね。今左なんでしょ。俺向いてんの。今左でしょ。そうです。今左見てます。大丈夫。当たってる。これ当たってる。いや、当たってないです。当たってない。結構距離があるから。こう。あ、そっちの方がいいかもしれない。あ、本当？今右側、俺はどこにいる？今右側ね、真ん中にいる。あ、今右端来た。あ、落ちる。左に。ニュアンス落ちた。ガケ捕まった、今。やばい、捕まれた。捕まれた。あ、やばい、ジャンプ。僕最強だ。やばい。今ね、左、真ん中より左。え、今。真ん中より左。今右側にいます。今右側。はい。勝った。すぐちゃん指示は正しいと思う。お前やるな。シンプルに思んないよね、これ。え、これも見えないし、そもそも。ね。確かに。じゃあ、なんかあの、うわーみたいな盛り上がりもないんですよ。じゃあ、何です、え、じゃあ、次、2番手。わかりました。はい。3、2、1、右にいます。ゴー。どっち？俺左？こうだよ。はいはいはい。俺左？2。左側です。左側？右。あー、攻撃受けた。はい。左に。3、2、1。右に避けて。
見分けて、左ね。はい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 、どこ今右右右右、これこれこれ左これそこ当たってる。もうちょっと右、もうちょっと押して、これ何してんの。あどこもうちょっと右、もうちょっと右、当たってるよし、当たってるぞどこ今どうやってこれ突っ込んだよ。これどこやんないと、どこオッケー勝ってる勝ってる なんであんたがつけてんだよ。え、お前がなんでつけてんだよ。やっていくよ。左お前見えてねえだろ。おい、左じゃないんだよ。最後やな。左すぐちゃんのこと結構指示よかったけど、だからしきりに当たったとか言わないから攻撃が当たったとか。なるほどね。一回も言わんから。はい、ちょっと待って。いや俺絶対勝つよ。だって2回勝ったもん今日。よし、な、勝ってね、勝ったんだよ。おい来いよ、こう、ほらこれ、はいやっていくよ。しっかりね、しっかりと空母。あー待って、掴まないで、それやめて。あーそれやめて。オッケー。お前追ってんだよ。お前。いや、あのさ、なんだろうな、待って、なんでだろう、なんで今こうなってんのか俺もよく分かってませんよ。今回の企画はですね、あのね、お前のね、しっかりね、俺がね、カンペなきまで倒したい、そんな気持ちで作りました、この企画。はい。ズルして。ズルとは何ですか。ズルしてしたい。勝ちは勝ちなんだよ。はいよ。はい。はい。りょうすけ、俺今勝ってるよ。似てない？ね。りょうすけ。はい、当てていくよ。当てていくよ。今どういう戦況か、お前らわかんないだろ。な。わかんねえだろ。わかんなくていいよ。俺。よ。はい。はい、やっていこうかなーと。はい、しっかりね。はい。危ないよ。お前、待って、寝てる？今絶対寝てるよ。はい。しっかり当てていく。あ、待って、しっかりやっていきますよ。はい。よいしょ。はい。なるほどね。OK。あ、待って。もう帰るわ。いいっしょ、もう。ちょうど、なんかアイマスクして、なんか眠くなってよかった、ちょうどよかった。ありがとう。もう帰るわ。残念だったな、ズル。
ずる、ずる。楽しんでたよね。ああ、また友達減ったわ。よし、コンピューターとやろうか。